日本岡山県倉敷市、保田ミノルイダは、岡山県倉敷市玉島地域にある地区である。かつての木尾群保井田村の中南部に相当する。古くは、保田、保田、ミノル太市とも称された。地区南部にあたる玉島島と北部の玉島北部のに、大技からなる。玉島の最北部、同志マビ地域との接する山間地区である。玉島のうち、 この地区のみが、旧キ備郡となる。なだらかな丘陵地形とその間の盆地上の平地から、なり、南西部から、北方面へ、小田川支流の又タ川が流れ、南北に、県道倉らし袋線が通過している。古代の下道郡保北郷に当たると言われる。唐は、肝人景気家人の住み着いた土地とされる。唐集落には、 陶器や瓦などを製造したとされる陶器の雇用跡が残り、総会文集の中で、下道軍保伊田郷等別追十口桜井里継と見える。等と,と地名もこれに由来されると言われる。現在も瓦が産業として残っている。服部は、呉式が土着した土地とされ、地名はその名残と言われる。江戸時代は、末村、服部村とも、岡田藩領であった。 1889年6月1日に町村政志向により末村と服部村が合併古代号にちなみ田村を新設し等服部がそれぞれホイダ村の大技となった村役場は大技等に設置された1900年には軍の合併によりキ備軍に属する1956年4月1日には合併問題によりホイ村南部が 玉島市に編入、保井田村北部が、真備町へ編入した。玉島側は、地区名として、保、井田を継承するが、真備側は、道町クレイモート地区の一部となった。その後、1967年に、新たな倉敷市が新設され現在に至る。2004年に、真備町が、倉敷市に編入合併となったため、 現在再び旧歩井田村域が同じ自治体の管轄となった。ただし首所管轄が玉島と間びで異なり、同じ地区としては扱われていない。地区の面積は14.498平方キロメートル。北,北郷は古代備中国下道郡にあった里である。和名称に記載がある。鉱山寺本では同じ読みで北里と表記されている。 現在の倉敷市玉島ホ井田地区及び道島美町、服部に相当する。ホブ都省は、中世に、備中国下道軍に、あた、省園である。上紀保北号が、木の国熊の神社領となり、省園化したものである。1243年の、将軍家聖職出し文には、奇襲熊野山社の一書領としての記載が所見。1333年には、 将軍軍によって、京都に、日蓮州を布教した、日蔵商人の世に、寄進されている。平成24年9月末現在、ホイダ地区を含む多摩島地域は、倉敷 MA に属し、市外局番は086。これは、倉敷市の他地域に加え、筑波郡林島町及び岡山市南区の一部と、共通となる。全域が、 玉島郵便局の集配担当区域にあたる、ホイダ村に関するカテゴリー、ありがとうございます。